こんにちは。どうやってここを見つけたの？なぜここへ？もっと薪が必要だ。戦闘で矢尻を使うから、それを作るのにもっと薪。それほどないかもしれないし、平たい鉄矢尻よりまた尖った矢尻の方が。いや、ジェイコブの客だな。手伝えることを探してるなら、この道を少し行ったところで見張り塔を修理してる。悪気はないが、お前に家事の作業ができるようには見えないからな。調子はどう？奴らが来たらしい。ソ連軍の残した傷も癒えないうちに。またか。これで丸ごと崩れたら困るだろう。警戒をしておけ。おかしくない。今日もう使ってない古い山小屋から抜き取ってこいよ。作ってもらえない？数十本あればいいの。そこにいたのか。できたら助けてくれるとありがたいんだが。ありないな。何とかしないと。もっとあるはずだ。誰か探しに行かせろよ。誰を送る？みんな準備のために村の下へ向かってる。これで間に合わせるしかない。もしソフィアが何か失礼をしていたなら、すまない。大丈夫。あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいわ。私の仲間は何十年もよそ者と戦って、そう簡単には変われないんだ。準備に手を貸してくれないか。信頼を築くには一仕事必要だ。私にできることなら。トリニティが来る。奴らはおそらく空から来るわ。父さんが村の上部に戦士たちを集めて奴らの注意を引こうとしてる。子供や老人たちはアクロポリスの地下墓地に避難させておくわ。ここが落ち着いたら私もそっちに行く。勝ち目はないわ。奴らの攻撃は早くて頼みたいことがある。私の仲間は谷全体に散らばっている。君が信号塔でのろしを上げてくれれば、危険が迫っていることをみんなに教えられる。私もやる。のろしが上がった時どうすればいいかは皆分かってる。
ありがとう、ララ。これで仲間に警告できた。避難する時間もできただろう。村の上部で押し合おう。戦力を集めておく。よかった。ジェイコブ、ヘリがそっちに向かってる。できるだけ早くしてくれ。バリケードの後ろに回れ。急げ。危ない。身を隠しておけ。下がれ。互いに離れるな。神秘の源はどこだ？答えろ！やめろ！これ以上殺すな！どこにある？待て！待て！教える！アトラスだ！それが地図だ！なるほど。詳しく聞かせてもらおうか。先住民に圧倒されたクロフトも一緒だ。死傷者数名、死体がそこら中に。
クロクトは殺すべきだった。あなたはまだ何も成し遂げていない。クロフトが一枚上手だっただけよ。私は屈しないぞ。トリニティが介入してくるわよ。そうなれば私は使い捨て、死のうが生きようが関係ない。私には神秘の源が必要なの。手に入れる。必ずだ。信じるんだ姉さん。これは神のご意志。私たちは必ず成功する。お願いよ、早く見つけて。もう時間がないの。神よ、この日まで私はずっと耐え忍んできました。私に用意してくださった数々の試練、あなたのために犯してきた罪、全て意味があるはず。お導きください。我に力を。姉のため、あなたのため、トリニティのため、どうかお導きを。ならば血で答えましょう。こんな目に遭わされるなんて。我々が選んだ道、定めなんだ。優しい道ではない。大切な人を失う気持ちはわかる。トリニティはまた来る。だろうな。数に物を言わせて。アトラスって？古代都市までの古い地図だが、トリニティがいる塔では見つからん。仲間の多くが近くの遺跡に住んでいて、襲撃への備えができてない。私が行くわ、ジェイコブ。助けてくれるのか、それとも自分のために。今は全く同じことよ。怪我人の手当てが終わったら応援を連れて戻る。こっちに包帯を。どうして止まらないんだ。状況は良くない。どこも攻撃を受けてめちゃくちゃ。まだはっきり見えないよ。戻ってくるでしょ。全部目的のものを。頭を。何か手伝える？君は十分やってくれた。じっとしてろ。君がいなかったらどうしたいんだ。ここで傷の手当てを。力に。
ジェイコブ大変よ。あなたの仲間はどこにもいないわ。ソフィアが塔の下にある地下墓地に連れて行ったのかもしれん。私も連絡が取れなくなった。分かったわ。地下を探してみる。こちらはもうすぐ怪我人たちの避難が終わる。すぐに合流するよ。会いますように。なんてこと。連れていて。撃つな。まだいた。次からもっと念を入れろ。状況は？この辺りは何もない。チーム4がトンネルでアトラスの痕跡を探している。手分けしてここを一掃するんだ。動いてる奴は殺せ。できたらナイフを使え。弾薬は取って。
待て。あいつらは油断がならん。どこかに罠を仕掛けたかも。心配するな。動いたものはすぐ。ゆっくり進むぞ。用心しろ。お客さんだぜ。なんだ。今度はお前の番だ。話すことは何もない。分かってる。だからこそお前を殴り殺すつもりだ。俺たちは何としてもアトラスを手に入れることをお前の仲間にも分かってもらわないと。その通りだな。あそこだ。人でなし。縄をほどいて一人残らず殺してやる。落ち着いてソフィア。これじゃ虐殺よ。みんな殺されていく。あなたたちは十分苦しんできたわ。もうわからない。あなたを誤解してた。私は何をすればいい。みんなを避難させたいけど、地下墓地の入り口が塞がってるの。何とかするわ。